反復型開発とは、より古典的なウォーターホールモデルの弱点を克服すべく開発されたソフトウェア開発の手法である。反復型開発の中でも、ラジアンと DSDM はよく知られたフレームワークである。反復型開発は、エクストリームプログラミングや他のアジャイルソフトウェア、開発フレームワークの基本的要素でもある。反復型開発の基本的考え方は、 ソフトウェアシステムを徐々に開発していき、ソフトウェア開発者が過去の開発から学んだことを活かして、使用可能なシステムを段階的にリリースしていくというものである。開発者は開発そのものと実際のシステムの使用から学ぶ。重要な点は、要求仕様の単純なサブセットから開発を始め、徐々に改良を加えていき、最終的に完全なシステムを実装するということで、 ある。反復ごとに設計が修正され、新たな機能が追加されていく。手続きは初期段階と反復段階から構成され、プロジェクト制御リストが付随する。初期段階では基本となるシステムを作成する。初期段階の目標は、ユーザーがとりあえず使ってみることができる製品を実装することである。解決すべき問題の本質を捉え、 簡単に実装可能な解決策を見出して、それを提供する。この工程を導くため、プロジェクト制御リストを作成し、必要な作業をすべてリストアップする。これには、実装すべき新たな機能や既存の解決策の再設計すべき箇所などが含まれる。制御リストは、分析フェーズの結果を受けて継続的に更新される。反復段階では、 プロジェクト制御リストやシステムの現状の分析から再設計や実装などの必要な作業を抽出して行う。反復ごとの作業量やその複雑さはなるべく小さく抑え影響が広がらないようにモジュール化も考慮して実装すべき機能を選択する。この時コード自体がシステムのソフトウェアドキュメンテーションの主要な源となることもある。各反復における分析は 主にユーザーからのフィードバックに基づいて行われる。プログラム解析ツールも利用可能で構造、モジュール性、ユーザビリティ、効率、目標達成率などを分析する。このような分析結果に基づいてプロジェクト制御リストが更新される。実装と分析のガイドラインには次のような項目が含まれる分析と計測によって改良の指針を得るという点が 反復型開発とアジャイルソフトウェア開発の大きな違いである。これにより工程の効率を明らかにし製品の品質を向上させる。また開発チームは分析と計測によってそのプロジェクトを学びその環境に適応していく。もちろん同様の分析と計測をアジャイル的手法に取り入れることも可能である。実際反復型では 計測の活用に利点がある。一般に計測したとしても、比較対象がないと、その結果を評価できないが、反復が高い発では、反復ごとの計測結果を比較することが可能であり、それによって、目標達成状況が明らかとなる。例えば、ある時点の製品について、各種計測を実施すれば、そのサイズ、複雑さ、結合度、凝収度などが良くなっているのか、 悪くなっているのかがわかる。このモデルを使って様々なソフトウェアが開発されてきた。当初は単に動くだけの製品だが、リリースを減るに従って機能が追加され、バグが少なくなっていく。この種のモデルの典型例として、ヤフーメッセンジャーアズールス各種セキュリティソフトウェアや P2P P ソフトウェアがある。ありがとうございます。